久保さん、確かにね、ゴキブリは悪くないにしましょうか。ゴキブリは悪くない <laughs>。ゴキブリは悪くないんですよ。いや、悪くないんだけど、まあ、唯一あるとするならば、望んでないけど不法侵入してるっていう <laughs>。誰も望んでないけども、あの、不法侵入しているっていうことじゃないですかね。悪くはないけど。まあ、悪気があってね、不法侵入してるわけでもないだろうし、ただそこに餌があるからね。 だから素直なんじゃないですかね、ゴキブリは。めちゃくちゃ素直だと思いますよ。だってちょっとでも餌の匂いがあったら多分来るんですよね。ちょっとでも。自分が生きるためにゴキブリほど素直な生き物はないかもしれないですよね。どうすかね。だって、どっから来るのって話じゃないですか。ゴキブリってどっから来てんのっていう。だゴキブリほど謎の、謎、部屋にこう出てくる謎の あれってなくないですか多分ないっすよだって綺麗だって綺麗にしてるけどもえどこから出てくるみたいなどっから入ってきたのみたいなうん謎ですもんなんかゴキブリほど素直な生き物はないのかなっていうどんな手段を使ってでも入ってくるんでしょうね侵入してうんそこに生きる生存できる可能性があるんだったら ということは、つまりですよ。僕たちはゴキブリ以下っていうことなんですよ。ね。生きるために、自分が金稼ぐために、あの、何もやらないと。<laughs> いうことでございますよ。だから僕は、あの、なんだ、僕はやらないですけども、まあ最近というか、ここ直近ですかね。レベゼン地球さんっていう人がゴキブリをもう何百匹、何百匹ぐらい食べたのかな。 それで, <laughs> であの注目を集めてインスタグラムフォロワー100万人多分突破したと思いますけど何だろうな目的と手段って目目的を到達させるためだったら手段は選ぶ必要はないとうんただしその手段が何だろうなあー法にね触れるものであるならばそれはビダメだと思いますけども ただ、法に触れなければ、別に何でもいいんじゃないですか、ゴキブリ食おうが。ゴキブリ食うことが法に触れるのか、触れないですよね。まあ、ある一部の人にとっては気持ち悪いっていうだけであって、別にその、いいと思うんですよ。うん。あと、テキーラ一気飲みとかね。うん、誰に迷惑かけるわけでもないじゃないですか。レベゼン地球さんテキーラ一気飲みとかね、まあ。いっぱいやってましたけど、 そうまあ迷惑はかけてないですよね多分ね <laughs> まあ迷惑かけてるとするなら、まあ、ゲロ吐いた時の,あの道路にゲロがいてしまったっていう <laughs> とかうんなんかやれることって多分いっぱいあると思うんですようん僕はもうテキーラも一気飲みできないしあゴキブリも食べられないしそんな手段は取れないから まあ本数っていう手段ですね。手数っていうだけやってるんです。手数はできるぞと。<laughs> 手持ちのカード出し切ってもまだ手持ちのカードあるぞと。もうとにかく出し切るっていう。うん。世界で一番手持ちのカードを出し切ったら多分なんか勝てんじゃないかなと思いますけどね。<laughs> まあ少なくても僕世界を狙ってないので、まあ日本でまあ ある程度自由に生きていけばいいと思ってるんで、まあ日本一ぐらいだったら正直取れるなと、手数で <laughs>。まあ最近思いますね。僕を超えられる人は多分いないと思うので、これは本当にもう数で証明し始めてきてるので、これが本当に年内中に2万本、で、来年とか再来年4万本、5万本、6万本ってなってきたときに、本当に多分誰も到達できない領域に行くと思いますので、 だ10万本いったところは、僕の最低ラインは10万本ですけど、本当に10万本達成した時には、本当にエベレストかなと。エベレストの上。<laughs> 本当に誰も到達できない山を作れるのかなと僕は思いますけどね。うん、で、なんで僕はそんなね、山を作るのかっていうと、う自由でありたいからですね。<laughs> あのサラリーマンみたいな人生送りたくないからですね。会社に人生捧げる。別にそのサラリーマンを否定してるわけじゃないですけど、僕は嫌だっていうた,ただそれだけですね。会社に人生を捧げる人生ってのは僕はやりたくないと。自分の人生を自分で歩みたい。作られた山に登るんじゃなくて、俺が作ったると。山をね。<laughs> お前らが登れと。<laughs> 俺が作った山をお前らが登れみたいな。もはやね。 多分、自分、本当に自分で生きるって多分そういうことだと思うんですね。自分で山を乗り越えて、山を乗り越えて、自分で自分で山作っちゃうっていうね。で、その山に憧れるんだったら、この山登ってこいよと。登れるんだったらここが変わってこいみたいなね。多分そんななんかノリなんじゃないかなと思いますけどね。自分の山は自分で作れと。<laughs> ゴキブリの話から山になりましたね。 いってらっしゃい